はい、ランです。えネパール語で下ネタってことって、これ何度かど、えっ、ー、と、動画載せてるんですけど、なんか結構、なぜか、人気があるというか、あのー、どっちかというと、日本人女性がネパール人男性と日本で付き合ってるってパターンが多いんですけども、なぜかネパール語下ネタっていうのが、こう、えっ、ー、と、ニーズがあるというか、調べられるんですよね。なので、あの、もうちょっと取り上げてみたいかなと。まあ、スケベを意味するのはちくわですよね。 ネパール語。まあ聞こえるっていうだけなので、えっ、ー、と、実際の日本の区話とは違うんですけども、えっ、ー、と、まあ日本、えっ、ー、と、ネパール語で有名ですね。で、ネパール人のネッドも言ってましたけど、友達、えっ、ー、と、友達のネッドですね、言ってましたけど、まあ人気ない言葉だと。まあその、えっ、ー、と、まあインドと比べてね、やっぱり人口が多くない国なので、ネパールが、あの、当然なんですけども、ただ日本にいる ネパール人って結構いて、えっ、ー、と、インド料理屋さんでネパール人の人が多かったりとか、あの、ネパール料理の店も結構多いので、あの、意外と日本ではメジャーな外国人かなという感じですね。僕が住んでるフィリピンと同じように、えっ、ー、と、結構身近な外国人かなと思います。あの、なんかそのスパイスの関係か何か、食べ、食べてるものの関係か何かで、あの、匂いがきついとかね、いろんな、いろいろ、と、なんか、日本人の、 何て言うんでしょうね、評価があるんですけれども、まあ、あの、まあ、食べるものが違ってたら当然なのですよね。だから日本人は日本人独特の,あの大衆みたいなのもあったりしますし、まあ、あの、逆に欧米人というか、アメリカ人の,、えー、の大衆がきついって言ってた日本人の友達の女の子もいましたし、まあ、いろいろですね、まあ、好みっていうのもあると思います。で、まあ、シモタンなんですけども、えっ、ー、と、まあ、そうですね、えっ、ー、と、 ちくわはあの、やりまんとかそういう意味もあったりとかして、あんまり使っちゃいけない NG ワードですね。えっ、ー、と、アメリカでファックみたいな感じですよね。なのであんまり適当に使わない方がいいかなと思います。あとは、えっ、ー、と、ポカとかドゥードとかね、プティロイとかクアキーとか、まあそういった言葉はあの、本当に、えっ、ー、と、使う場面は考えた方がいいかなという感じですね。 なので、えっ、ー、と、まあ、下ネタも、あの、そういう、えー、関係になった人とね、気軽に楽しむのはいいんですけども、あの、使う場所を間違えると、本当に良くないので、えー、気をつけましょうということで。えっと、まあ、ネパールに移住したいという人はそんなに多くないんですけども、フィリピンに移住したいとか、東南アジアっていうのは結構需要があって、自分もフィリピンに移住している関係で、フィリピンに移住コンサルっていうのをやってます。あとはフィリピンなど紹介してほしいというニーズもあるので、 えっと、そういったご紹介の、個人的にご紹介するサービスをやってますので、えっと、動画の下にある説明欄からメール、無料のメールマガジン登録できますので、こちら登録いただいて、えっと、ご連絡いただければ、いろいろお話できるかと思います。いつもありがとうございます。